どうも、エンディです。東京新宿歌舞伎町をやってまいりました。今カーサー新宿という建物の前にいるんですけれども、タイ人の女性から連絡があったんですよ。何かこのエンディ TV に5年6年ぐらい前に1回出たことがあるらしくて、で今度は自分でお店を持ったからぜひ来てほしいということで今日やってまいりました。新宿歌舞伎町、もう昼間、今の午前11時ぐらいなんですけども、もうこの時間からもう活性化している新宿歌舞伎町、早速行ってみたいと思います。場所はでも10階ぐらいらしいんですよ。エレベーターがちょっと、まあ、クラシックな感じの歴史ある、そういう、まあ、太陽に超えるかなんかに、ね、出てきそうな感じのエレベーターですね。サワディカー、こんにちは、お久しぶりです。サワディカー、どうもお久しぶりです。はい、お久しぶりです。出ない方がいいですか？出ていい、出て大丈夫です。なんで後ろ行っちゃうの？後ろ行かないです。はい、この辺で。これこちらは誰ですか？パヤです。パヤさん、よろしくお願いします。サワディカー。パヤさんも顔出ていいですか？はい、あ、いいんですか？はい、じゃ出ますよ、本当に。あとで言わないでください。あとで、はい、たまにあるんですよ、YouTube 出ちゃってからやっぱりね、なんかやめたいとかね。出ていいですか？大丈夫です。いいですね、わかりました。じゃあ、じゃあ、パヤさん、はい、お願いします。こんにちは。こんにちは。はい、よかった。ここはお店オープンして、いつオープンしたんですか？昨日です。あ、昨日オープンですね。オープンしたばかり。呼んでいただきました、ありがとうございます。じゃあ、今日はね、こちらのお店の名前がミンロップリー。当然じゃあタイのロップリーから来たんですか？はい、ロップリーね、あれですよ、なんだっけ、ロップリーはね、ひまわり、あ、そうですね、ひまわりが有名な県ですね。だいたいバンコクのホアランポーンから20分ぐらいですか、電車でね。結構近いですね。じゃあロップリー、ミンロップリーさん、今日はミンロップリーさんの魅力をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。パヤーさん、パヤーです、ね、お願いします。なんかいっぱいいろんなものなんですね。え、これは何ですか？これは何？これは何？これ何使うの？え、何使うのこれ？あ、びっくりした、そういうものか。オッケーオッケーオッケー。私心配しましたよ、なんか映ってはいけないものかなと思いました。あとはオイル、え、ここもいいです。バナナ、うん、分かった。あとはオイルとか、オイルはなんでこれ2つもあるの？ああ、部屋2つです。あ、そうですか。オイルが2個ありまして、はい、あとはこういうふうにね、髪の毛を溶かすもうね。いいね、そうですね、いい部屋です。よし、じゃあ真ん中ですか？はい、真ん中の部屋。じゃあ移動しましょう。こっちですね。はい、じゃあ失礼します。着替えました。タイの施術着、茶色、そしてタイパンツのエンジン色、ね、結構軽いからね。エアコンもあるし扇風機もあるからね。はい、もうすごい涼しい、快適です。じゃあパヤさん、よろしくお願いします。あ、はい、よろしくお願いします。うわ、なんかお尻が割れそう、すごい。痛いちゃんと言うですね。今一番辛いのが、はい、このももの後ろ、ここと あと腰なんですね。はい、わ、うん、はい、かりました。パヤさんはタイはどこですか？
シンブリーです。シンブリーロッブリー近いです。はい、22キロですか。うわこれ何ですか、すごいねそれ。気持ちいいです。はい、普通そんなにねパカッて開かないですけど、うまいな。うわ効くね。上足を曲げたところでお尻を上から押すっていう。ちょっとくすぐったいですね、そこ。そうですか。うわ待ってました。すごくいいそれ、お尻のグリグリ。これは幸せだね。おお。それすごい。いや今の気持ちいいです。気持ちいいですか。うん、もう一回欲しいな。ここですか。はい。うわ。うわ横から。すごいな、上から横から。パン屋さん仕事は何時から何時までですか。11時、はい、10時までです。あ、夜はじゃあ少し早いですね。早いです。今度11時欲しいです、夜。遅くないです、うん、あれこの棒何ですか、この上の棒どこですか。この棒、この棒、これこれこれ、あ、ま、あっちまずいです。あ、できるんですか。はい、できます。じゃあちょっと後でやってください。好きですか。すごい好きですよ、はい、あ、背中ね。そう、背中ね、はい、すごい好きです。ここ。おお。すごいねそれ。うわ。おお、すごいそれ。うわ。ああ、すごくいいねそれ、幸せ。よだれ出ちゃった。うわ。うわ、効く。結構、うん、すごくいい。うわあ、これいいね。どっか、はい、2体目か。おお、めっちゃな。すごい好きです。うわぁ、それはいいね。すごくいい。うわぁ。もう一回来る。うわぁ、それすごくいいね。いや、そこだけ1時間やってほしい。1時間？うん、すごい気持ちいい、それ。うわぁ。うわ、それすごい。それすごい。かぁ。そこもすごいね。うわすごいな、パン屋さん。もう一回で、もう一回ね。うわいやすごいな。
うわ、それすごい。すごいテクニック持ってますね。うわ、まだ来る。すごい。気持ちいいです、うん、やっぱり朝うまいですよ。すごくうまい。あのね、あのね、特にね、この足のね後ろ、こことお尻のマッサージがすごくうまいんですよ。これね、本当にもうご覧になってる方に、ね、もうご覧になってる方もそうですけど、もうこのね歌舞伎町新宿歩いてる人にもね、このパヤさんの顔を本当覚えてほしいですね。だってこれ普通ね、道で会ってもこんな気持ちいいテクニック持ってるって分かんないですよ。すごいスーパーテクニック。ハローワーク、隣はハローワークですね。あの仕事紹介の、あの場所があるんでね、もしねハローワーク来た方、あのそのついでにね、あのぜひね、隣のビルですから、絶対いいですよ。じゃ あの気になるあのマッサージの料金ご紹介します。はい、対語式マッサージ60分6000円、90分7000円、120分1万円、180分1万4000円。オイルマッサージ60分7000円、90分9000円、120分1万1000円、180分1万6000円。スタッフの指名料1000円。じゃあ、パリアさんにどうしてもやってほしいって場合、1000円払えば、ね、あの。とてもね、今、もうオープンしたてて、忙しくてお客さんたくさん来てますんでね、必ず予約の方はね、するようにね。何時に来るのが一番いいですか？あ、お店は11時。じゃあお店も11時、もうオープンしたかしないかでもパッと入った方がね、いいと思います。パヤさん毎日いますか？います。毎日。ミンさん毎日いますか？はい、毎日います。パヤさんもミンさんも毎日いますんで。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。みんなプリです。みんなプリです。はい。早ちゃんです。はい。早新聞系。新聞系。みんなプリ系。よろしくお願いします。